なんかいやだからその代の俺らの代の一応名はマジで有名な選手いっぱいいたので、うん、智也のことは知らなかったです。そうっすね、うん、秋からなんでスタメン勝ち取ったので、秋からフォワードやったんで、その2年生の2年生か、俺2年生出てる、俺2年生出てる。でもあれじゃないですか、船橋招待とかでやってるし、俺だって写真あったっすもん。ゆうとくん智也のことめぐいてめぐいて開会式はでも俺もあの応援マネージャーの思い出しかない、探すので誰だったかな、応援マネージャー。俺しかも北海道だから、あの優勝校の次に入るから長野名人、これ先頭なのよ長野名人。じゃあ俺らが長野名人、俺らの時は大友から、うん、1年生の時は広瀬さん、うわ、うん、すごい。はい、そんな感じです。僕らは野球部がなくて、サッカー部がなんか一番なんか目立つ部活だったんで、県大会の時はもういっぱい応援来てくれて、ユニフォーム貸したり、うん、あるね、ちょっとしたイベントみたいな感じで調子乗ってました。決勝全公演じゃないの、どこも。いや、全公演まではなかった、できなくて、ないんだよ。俺相手チームが全公演ですごかった。全国行かないと吹奏楽来なかったんですよ。吹奏楽はそう、全国行った。吹奏楽一船強くて、そう、全国金賞とかめっちゃ取ってるんで、全国行かないと来ないから、うん、応援サッカー部となんかまあ野球部が来てくれたりとか、選手権全国人えぐいっすよね。人えぐいな、雰囲気に生まれそうになってましたね。一番緊張した選手権。一船と龍慶の決勝の方がなんか集まってた気がするけど、 あれやばいっすね。応援席同士もバチバチするんですよ。倒れてちょっとうずくもってたら、お前立てよとか言って、すごいっすね。もうでも楽しかったっすね、そういうのは。そんな感じです。はい、はい、これはコメント差し控えようかな。やっぱり自分らの高校の時の監督は本当に本気でなんか回りくどい言い方せずにドストレートで選手と向き合ってぶつかってくるので、まあ、その人のおかげで本当に一船でも成長できましたし、まあ、その高校でやったことがまあ今の自分になってるっていうか、まあ恩師ですね、はい、監督は何ですか。監督のモノマネする部員が絶対いるじゃないですか。いる。部室とかでモノマネしてて、そのモノマネがもう頭の中こびりついてる人がいて、そのミーティングの時に監督がもうそれをやったんですよ。やっちゃったじゃない。普通にやって、それを見て笑った選手がいて、そのモノマネを思い出して、そいつはその日のメンバーから外されて、バスに荷物置いてたんですけど。荷物外に出されてメンバー変わるっていうことがありましたね。モノマネは気をつけてください。結構、ね、監督のモノマネする人いるよね。メンタルメンタルメンタルタイミング考えないと。どのチーム行ってもあるよ、多分いるよね、うん、俺よりもっとモノマネしてる人いますか。はい、これ使ってください。もう龍慶は静学と近いんで、一つ、まあ、静学が勝ってくるかは分かんないですけど、龍慶も、まあ、勝てば2回戦で当たると思うんで、まあ、その試合が一つ楽しみだなっていうのありますね。ここ面白そうじゃない。前橋育英と草津東。え、上村帝京長岡が注目なんじゃない。どこ。右上。ああ、上村強いよね。帝京長岡も強いか。岡山は右上、学芸、羽黒。学芸結構いいとこ行きそうやな。そう、高校サッカーの監督、結構大阪体育大学出身の方をどこ応援したらいいか分かんない。先輩方は、はい、素晴らしい指導者の方で、そちらですね、もうライバルでした、僕の代は。強かったよな。めちゃ強くて、関東から選手がいっぱい来てて、今、バルサにいる阿部寛。ヒロキ。何で死んでるの。バルサやろ。どっちが強いって聞きますね、広島は。
ね。はい。瀬戸内です。まあ僕は南に頑張ってほしいところなんですけどね。教育医師も行ったんで。勝っていけば関東第一とか当たりそうですね。2でしたよね。2。もう中国では圧倒的に強い。でもこう順調にいけば琉球と当たる。先輩アドバイス。すみません、ここの誰も上位進出してないです。ベスト16とかで止まってます。みんな10、32。2敗ならまあまあだけどな。お、一回戦シード。あ、これ危ない。ジンクスが。シード、ね、1-0 勝っててベンチ下がったで気をつけろこれ。そうそう、はい。頑張れ。モノマネですか？サッカー部。それあれ、広瀬すずやってたわ、それ見たわ俺。それでいきます。頑張れサッカー部。頑張れサッカー部、はい、せーの、頑張れサッカー部。あ、よろしくお願いします。